まあ幸せですね、本当に。まあこういう、ね、まとまったような感じでこう皆さんの意見を聞くと本当に嬉しいとは思いますけれども、でまあ大きな幸せのボックスでないかなとは思います。ああ、そうですね。多分なかなかこう一番最初のこの、日本の、旅行しなかったら、多分もう本当にこうデンマークで、まあ成長で、まあ、ね、人気なショップができたっていうのは思いますけれども、自分のこうなんていうの、その生活の幸せみたいなのは、まあ、今の現在の、なんていうの、今の現在の生活の方がまあ嬉しいんですけれども、多分デンマークですね。デンマークでショップをやってっていうような、感じだと思いますけど。やっぱりこう違う国に長い間に住むと、自分の国のいいところと、悪いところがすごく分かりやすくなる、なんですけれども、まあデンマークにこうやっぱり今見て、家族が、大事、それから生活は仕事ばっかではなくて、まあ、こう家族と友達との、楽しい時間も大事でしょうと。は多分その人間、家族関係のことは一番こう多分デンマークからその、まあ、勉強したところかなとは思います。日本の、まあ、いいところ、たくさんありますけれども、私にとってはもう一つ一つのインスピレーションっていうのはありますね、日本は。それから、人間は本当にこう心がいい、っていうのを本当に思います。相手に、よくしてくれるっていうおまかなイメージがあるんですね、私は。あとは、まあ、本当にそのたくさん人が、まあ、その僕のいいところを見てくれて、そのずっとこう、まあ、デザインだったり、仕事に関して、まあ、使ってくれて、なんていうの、まあここまでをこうね、なんていうの、一回止まっちゃった。 なんかあんまりもいっぱいあって難しいんですけれども、具体的ないい締めとしてなんですけれども、ちょっと今ブラックになりました。 最後の最後。何かに関してとか何かあります？その方が答えやすいかもしれないけれども。例えばじゃあビジネスとかで日本はこういうところが悪いなみたいなのありますか？
まあもちろんね、その今までこうね、暗いっていうか、その大変な時がもちろんあったと思うんですけれども、でもそれは日本の良くないところまでを言うとちょっと違うなと思いますけれども、その良くないところっていうのはちょっと思い出さないけれども、もちろんその、ね、文化的にその国としてデンマークとまあヨーロッパより違うっていうところはたくさんあるんですけれども、でもそれイコールなんか悪いっていうのはなかなかね、こういうこれが悪いですっていうのを思い出さないんですけど、ね、かなり今現在のこう、目標は私があまりに無理やりに設定しない方がいいんじゃないかなっていうのをずっと思ってます。あんまりこう考え方をフィックスをさせると、その偶然に途中来るようなハプニングみたいなが、そういうハプニングがなくなるんではないかなと思うんですけれども、割とこうもちろん簡単なこう未来が、もちろんありますけれども、でもそんなに私が強く一つ一つのターゲットをもういっちゃうみたいな人じゃないんですね。その自然に起きることをちょっと目安としてをその待ってるっていうのもあるんですけれども、でもまあ未来としてはいろんなまあ違う、国とあちこちにこう経験ができるようなところも広がっていきたいなとは思いますけれども、あとはまあフラワーアーティストなんですけれども、そのまあフラワーアーティストよりまあネゴライバーグマンは一つ一つのクリエイターでしょうと、お花だけではなくもうさまざまのいろんなね、デザインだったり、ものだったり、考えてる人なんですけど、どっかで必ず花がつながってるっていう立場になると一つ一つのゴールかなとは思います。ありがとうございます。ニコライさん、最後に、今日の、番組いかがだったでしょうか。いやもう非常に楽しかったんですね。でまあ今特にその最後の最後のそのシーンを見て、途中に今自分がどこまでを上がったかっていうのはなかなか分かってないっていうふうにさっきおっしゃったんですけれども、やっぱりこういうまとまってる、ビデオを見ていろんな人の反応を聞いて、特にこう何でもやりやすいっていう感覚じゃなかったんで、少しずつをこう頑張って成長したっていうところを、聞いて、皆さんのこう顔を見て、もう非常にちょっとこう幸せな感じですね。すごく嬉しいですね。ハッピーな感じですね。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。